今月から鳥栖市に完成した新しい練習拠点で活動しているバレーボール V1 女子の久光スプリングス。今日は世代別の日本代表候補と親善試合を行いました。久光スプリングスと対戦したのは今月18日から鳥栖市で合宿を行っているアンダー19日本代表候補です。高卒2年目の深澤めぐみ選手や高卒ルーキーの北窓彩音選手など若手主体で臨んだ久光。高校生や大学生を相手に久光は強力なスパイクと高さのあるブロックで押し切り、セットカウント3-0でストレート勝ち。プロチームの強さを見せました。粘りのあるチームだったので、もうそれに負けないようにっていうのと、やっぱまあ本当プロチームとしてのプライドはしっかり持って、こう絶対セットは落とさないっていう気持ちでやれたかなとは思います。こう勝ち進むことによって、今年の皆さんにもこう感謝とかも込めて、こういいプレーとか試合ができたらいいなって思います。久光は今月30日から滋賀県で開かれるサマーリーグに出場。新しいシーズンの開幕戦は10月21日に佐賀アリーナで迎えます。